今回はブロック暗号の暗号モードについて一緒に勉強していきます。まず今回の動画の内容についてです。最初に暗号モードについて学び、次に ECB モード、CBC モードについて学びます。最後に少しだけまとめをしたいと思います。それでは始めていきましょう。過去の動画でブロック暗号について一緒に勉強しました。ブロック暗号とは、送りたいデータを指定されたブロック帳で区切って暗号化していく方法でしたね。ブロック帳以上の平文を暗号化するときには、いくつかの暗号ブロックに分かれることになります。どのように全ての平文を暗号化するのかを決めているのが暗号モードです。ブロックに合わせて単純に暗号鍵で暗号化していけばいいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そう簡単にいかないのが暗号の世界です。今回の動画では基本的な暗号モードである ECB モード、そして CBC モードを勉強します。ECB モードは最もシンプルな暗号モードです。例えば ABCDEF、ABCD という平文があったとします。今回はブロック帳が128ビットで考えていきます。送りたい平文は128ビットごとに区切られます。今回は例として3つ分の文字列が128ビット分の情報量だとして考えます。 ECB モードは128ビット分のブロックに区切ってそのまま暗号化をします。 ABC という平文が暗号化されて暗号ブロックができて、 DEF という文字列が暗号化されて暗号ブロックができて、次の ABC も同じように暗号化されて暗号ブロックができます。もし最後のブロックが128ビットのブロック帳に満たない場合は、パディングと言われるデータを詰めてブロック帳に合わせた長さに整えて暗号化をします。出来上がった暗号文はこのようになります。 ECB モードはこのように単純に暗号化をするだけです。そうなると最初の ABC と2回目の ABC は同じ平文を暗号化しているので、同じ暗号ブロックが出来上がっています。これはつまり平文のブロックと暗号ブロックの関係が固定的になっているということができます。攻撃者は固定的なこの対応関係から平文を推測することができてしまいます。なので ECB モードは現在非推奨の暗号モードです。現在利用が推奨されていない ECB モードなんですが、ブロック暗号の暗号モードを理解する上で一番基本になるモードです。しっかり理解しておきましょう。次は CBC モードです。先ほど勉強した ECB モードは平文と暗号文の対応関係が固定的になり解析されやすいという弱点がありました。 CBC モードはその弱点をカバーした暗号モードです。 CBC モードは一つ前の暗号ブロックの情報を混ぜてブロックを暗号化します。流れで見ていきましょう。先ほどと同じように ABCDEF、ABCD という平文を CBC モードで暗号化する場合、最初のブロック ABC が暗号化されます。その際に初期化ベクトルという情報を含めて XOR で計算します。このあたりの用語難しく感じるんですが、初期化ベクトルというのはランダムな情報だと思ってください。ランダムな情報と暗号化したい平文を XOR で計算します。 XOR というのは論理式の一つです。2つの入力が等しい場合は0、異なっている場合は1を出力しますと言っても、 XOR も少し難しい話に聞こえてしまうので、XOR というのは決まったルールで混ぜるみたいなイメージで OK です。 ABC という平文と初期化ベクトルという情報を XOR という一定のルールに基づいて混ぜます。そして混ぜた状態で暗号化をして暗号ブロックが出来上がります。それ以降のブロックも見ていきましょう。 CBC は前の暗号化ブロックと平文ブロックを XOR で計算してその結果を暗号化します。 DEF という平文は前の暗号ブロックとXOR で混ぜられて、混ぜられた状態で暗号化されて暗号ブロックが出来上がります。次の ABC も同じですね。前の暗号ブロックと XOR で混ぜられて、混ぜられた状態で暗号化されて暗号ブロックが出来上がります。このように前の暗号ブロックを含めて暗号化することで、最初の ABC と2回目の ABC は同じ平文の情報なんですが、出力されている暗号ブロックは別の暗号ブロックになっています。CBC モードを使うと平文ブロックと暗号ブロックの対応関係が固定的でなくなるので、セキュリティ強度を高めることができています。最後に今回のまとめです。今回は暗号モードについて勉強しました。
ブロック暗号はブロック帳で分割されて暗号化されていきます。 ECB モードのようにそのまま暗号化すると平文と暗号文で対応関係ができてしまいます。そこから推測されてしまうのでセキュリティ強度が低く今は利用が推奨されていません。そこで CBC モードを利用すると平文と暗号文の対応関係がなくなるのでセキュリティ強度を高めることができています。 CBC モードの場合は前の暗号ブロックの情報を XOR で混ぜてから暗号化するという方法でしたね。あとはブロック暗号では鍵帳単位で暗号化するので最後のブロックで鍵帳分の長さに足りなければパディングという詰め物をして鍵帳分の平文に整えてから暗号化する、このパディングという言葉もしっかり覚えておきましょう。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しているので最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もやっています。ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあブロック暗号の暗号モードおすすめのやつください。本日のおすすめ ECB モード CBC モード入ります。はい、今日も学んで登録ディスペ情報支援士ブロック暗号の暗号モード ECB そのまま ECB 平分 ECB 暗号化定着未推奨ブロック暗号の暗号モードECB そのまま ECB 平分 ECB 暗号化定着非推奨ブロック暗号の暗号モード CBC 一つ前 CBC 暗号ブロック XOR で混ぜ混ぜ取り得こんなんブロック暗号の暗号モード CBC 一つ前 CBC 暗号ブロック XOR で混ぜ混ぜ取り得こんなんあなたを助けるテクニック覚えにくい略称は何の略なのかを意識しましょう。例えば CBC はサイファーブロックチェーニングモード略です。前の暗号ブロックと連続金暗号化を行うに見られます。特にチェーニングという言葉を覚えておけば前のブロックと結びついて暗号化しているイメージができます。今流行りのブロックチェーンもこの CBC 的な考え方を知るので覚えておくと面白いと思いますよ。